ウィリアム・ジョシュア・レディックはアメリカ合衆国上ジ,ジア州チャタム軍サバンナ出身のプロ野球選手。右ト左ヒ現在はフリーエージェント。相性はレッドダウグ。ボストン・レッドソックス時代2006年の MLB ドラフト17巡目でボストン・レッドソックスから指名されプロ入り。2009年7月31日にメジャーに初昇格すると 同日のボルチモアオリオールズ戦の9回に、ロッコバルデッリの代打として、メジャーデビュー。クラメレディスの前にボンダに倒れる。翌日、デビット・ヘルナンデスから、メジャー初安打となる二塁打を放ち、初のマルチ安打も記録。8月2日にブライアン・バスから、左翼スタンドに、メジャー初本塁打を放つ。デビュー3試合目での本塁打は、レッドソックスでは1969年のビリー。 コニグリアロ以来の記録だった。8月5日にブルーペン補充のために昇格するビリー・トレーバーのロースターを開けるために降格するが、翌日バルデッリの故障者リスト入りに伴い再びメジャーに昇格した。しかし以降は結果を残すことができず8月16日にマイナーに再降格。その後セプテンバーコールアップによってメジャー再昇格した。 オークランドアスレチックス時代2011年12月28日に、ライアンスウィーニー、アンドリュー・ベイリーとのトレードで、マイルズ・ヘッド、ラウル、2012年は5月に、月間10本塁打を放つなど序盤から、打撃好調で、チームの中心選手に成長した。後半戦は打率を下げたが、最終的に、チーム最多の32本塁打を放ち、チームの地区優勝に貢献した。 オフにゴールドグラブ賞を初受賞した。2013年、アメリカのプロレス団体である WWE 所属のレスラーダニエル・ブライアンがツイッター上で自分こそがヒゲの王者だと主張し、ヒゲをかけて対戦を呼びかけた。それに対し、レディックが対戦を表明したため、ファン投票により、勝敗が決まり敗者が年末にヒゲを剃ることが決まった。ヒゲではなく野球の方では、 開幕して間もなく守備時に手首を痛め、その影響でパワーが低下。114試合に出場したが、打率226、12本塁打に終わった。2014年2月16日にアスレチックスと270万ドルの1年契約に合意した。この年は109試合に出場し、打率を264まで上昇させたが、2年連続で12。 本類打に終わった。また、自己ベストとなる7三類打を放った。オフには、ビリー・バトラーが入団したため、背番号が22に変更となった。2015年1月17日に球団と年俸調停を回避し1年契約410万ドルで契約を結んだ。この年は3年ぶりに大きな離脱なくシーズンを過ごし、自己2位の149試合に出場して、 規定打席に達した。打撃では打率272、20本塁打77打点という成績を残した。同様に2012年と比し三振を激減させた。走塁面では成功率83%で10塁を決めた。これで通算投塁成功率は80%となった。ロサンゼルスドジャース時代2016年8月1日に ジャレル・コットン、グラント・ホームズ、フランキー・モンタスとのトレードで、リッチヒルと共にロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。11月3日に FA となった。2016年11月17日に、ヒューストン・アストロズと4年総額5200万ドルの契約を結んだ。2017年は、ガイア・のスタメン格として132試合に出場。 5月以外の月はいずれも月間打率290以上特に6月と9月はそれぞれ4割近い打率を残すなどシーズンを通して打撃好調だった合計ではリーグ5位の打率31413本塁打、82打点で自身初の打率3割超えを記録出塁率超打率もキャリアハイだったまた苦手としていた 対左投手に対しても、この年は打率。315と対右投手よりも高い打率を残した。2020年オフの10月28日に FA となった。ありがとうございます。